おお、いいね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 。それは強いよ。思これっね、たの。かなりやばい状況が起きてて、工藤さんってマクジ？ルメイトなんですよ。いや、工藤さんってクルーメイトなんですよ。インポスター、メイアプティアシー。お、来ちゃう、イーブルハッカー。イーブルハッカー。おお、いいね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 。それは強いよ。ああ、これは。これは。金子さんには何をしてたんですか？いや、タスクしてました。いや、マジで。高田さんってバイタル見てます？見た。僕視点で工藤さんが無理だと思います。見たんだけど、見た時にはもう死んでた。もう死んでた。だ直近ではないとだけ。まあとりあえずこれ早々に盤面に進める必要があると思うんで、まず僕がシェリフです。ひどいことやってる。この人。何何何。僕ずっと金庫と宿舎の間に突っ立ってたんで、オラフ君を オラフ君を金庫に閉じ込めたら形になってるんで、オラフ君がまあ隠しろ一人できるじゃない限りは。はいはい。で最後の最後に梅健さんとか早振りさんも宿舎前あたりにはいたって感じかな、僕目線で。うん、うんうん、オラフ君の弁当はないってことね。ああそうか、弁当あるのか。一応お店も直した人誰？早振りで、ネロちゃんも直してたっぽい動きしてる。うん、てかネロちゃんはクルーだと思ってて、初手コミュのダウンロードしてて、はい、でそうそう、その後2人であまりにもボタン鳴らないからミーティングへ行くみたいな動きを2人でしてる。へえ、金庫入ろうとしたら3人ぐらいドカって出てきて、なんかそう、何をしてんやこいつらはって思った。まあ左にいたのは多分俺とハイブリさんだけ。オッケー。で多分入れ違いでコックピットに入ってるので、もし弁当があるなら展望デッキだと思う、オラフ君のね。了解。あんま考えてないけど、一応右側で僕の情報はアーカイブ単脇だったんですけど、アーカイブで本タスクをしてたらラウンジ側からプテが来ました。合ってます。でプテが先端脇です。で、シャワーでタオルタスクをしてる工藤さんをアーカイブのタスクをしながら確認していて、最後に僕もシャワールームのタオルタスクをしてる時に、工藤さんが終わって出ていくぐらいで、ボタンなので、工藤さんは僕目線でキルする場所がないですね。シャワーの奥も確認できてるから。え、これゲンアールの死因ってないんでしょ？はいはい、僕は見てる、はい、あれ遠心脇誰かいたっけ初手。ハイブリネロちゃん、じゃあ大丈夫だ。メインこれさ、ハイネロが人外じゃない限り、2人とも右だと思うんだけど。うん、右は、まあ、で、貨物ではないな。うん、移動はプテが100人外だと思ってるとだけね。そうね。プテが。キッチン誰かは来ました？移動。ない。湧いてない。キッチン湧いてないのか。ちなみに僕は最終エレキですよ。うん。まあ右っぽいけど、キッチンが埋まってないなら。剣士ってバイタルみたいになったっけ？見たけどもう死んでた。2人とも？5秒前には、5、6秒前にはもう2人とも死んでた。あ、じゃあ1人で2キルはない人ね、きっと。うん。シンタルちゃんどこ行ったな？お、ナイス。あ、どうなってこれ？おー、切った。シンタル切りかな？切れました、切れました。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。ちょっと、
まあ、もうタスク処理無理そうなんで早々に決着つけるしかないなと思って、うんうんうん、でほぼ右だと思うよ両方とも。だから明夜とかも釣っていけば終わると思う。その場合って明夜駆動の二陣街しかないです。そういや左がねないと思うよ俺。だから俺も釣ってもらっていいよ、プラスアルファで。ちょっと確認をしたくて、ネロちゃんと俺って左にいるんだけど、ネロちゃんが先行している状態で最後ネロちゃんとミーティングに行くようには言ったけど、ネロちゃんって死人されてる、あのアーカイブ金庫入ってます、入れ違いで。オッケーオッケー、あじゃあ大丈夫だ。で梅剣と高田がメイン脇で、梅剣がおそらく左に行ってるわけでしょ、はい、エンジンが、はい、左行ってますね。でキッチンで沸いてる場合はおそらくもうキルできんのが俺だけ、エレキに下ってるので、うん、で右で右あごめんね、で右で貨物で沸いている場合も俺はキルに関与できるから、俺も釣りに対処に入ってもらってもいいから、ほぼ右全釣りで終わると思って。あ、いや高田さんは割とプテさん陣外から白目で見て、まあ右の場合が明さん工藤さんで、キッチンの場合のネロちゃんハイブリさんのどっちかはもう否定できます。それだったら釣りでいいと思う。うん、俺も含めてもらっていいよ全然、うん、ほぼ右釣りで勝ちだと思ってるから。そうなんだ。仮にキッチン確定的にネロちゃんハイブリさんができるのか、俺目線ではハイブリさんは否定できます。なので結構バグってる可能性があると思ってて、うん、高田さんじゃない場合を考えた方がいいです、僕視点で。そうだね、あ一応オラフ君の展望ベントキルがレアキルあるってぐらい。まあその場合キッチンは聞こう。うんうんうん、あ、キチノバキの場合はネルジャーハイブリさんよりオラフ君の方がありそうって感じなのか。じゃあもあれもね、なんか心象的にはなさそう、俺がずっと蓋をしてるから、そうには見えるって感じ。キッチンだとワンチャン俺が、自分で言うのも変だけど俺がある。コミュサブを直してから武器庫に入っているので、その時にはネルジャーには視認されていないはず。ネルジャーがコックピット行ってるから。メアクドタカの中に俺、プテガマットじゃない場合ってマットまで含まれてると思ってるから、まあ直したらいいんじゃない、適当に。はい、そうっすね。高田さんはね、結構俺議論が白いと思ってるんで言うんですけど、うん、プテを怪しい位置に上げたのは多分俺だと思うんですよ。貨物から来るプテでメインのに抜けていくプテっていう、それで行動経路で高田さんはプテを怪しんでるはずだから、俺はプテを結構怪しい位置に上げた人物だと思ってるけど、溜まっていいかな、なんか待ちではいいと思うよ。急いで吸ったらワンチャン負けそうなんで、まあ、右ならなんか工藤さんで割りそうな気はするけど、これじゃない。工藤さんはねキルする場所ないと思うよ。明夜さんが工藤さんかばってるから工藤さんっぽいなっていう、まあそういうなってくれると思う、うん、ふざけやがってこの人外どもが。どっちが人外だてめえらこの野郎。そんなに俺をいじめて楽しいのか人外を。なあ何がおもろいんやお前ら。全くふざけたやつらだ。ボケがてめえこの野郎、よくもやりやがったな俺のプテ足を。聞いてますよ。あら慎太郎くん。慎太郎は見てないですこのターン。ハイブリさんに白が出せます。はい、まあ、ボタン押してるし、左直したの僕っすね、うん、右直したの誰ですか。えリアクターの、あ、僕です。今鳴ってたんすね。ん、うん、うん、いや右に直しました僕は。うん、僕から高田さんが白です。なるほど、そうなんだ。うん、あ、白っぽいか。アーカイブ脇でカモついて人いないかチラチラ見てたら、金庫のとこにいる、貨物の金庫のとこにいる高田さんで、そこからバイタルダウンロードに残して僕はエレキ最後登るとこぐらいなんで、あ、ほぼほぼ無理っす。皆さんは何してたとか言いましたっけ。俺は宿舎でハイブリさんだったかとは言って、金庫室のタスクでエンジンの配線でコミュニケーション扉を開けて武器庫に入ろうとして、リアクターが鳴ったので今向かってる最中で、エンジンルームの上ぐらいで、ボタンです。どう？今は俺は、あ、誰か一緒にキッチンに沸いたんですよ。で俺はサボ直したかったんで、キッチンってまず展望のアップロード、キッチンのバーガーやって、あそこそこにいれば、停電も込みも対応できるんで、そしたらリアクター鳴ったから、うわなんか嫌なインポスターだなーと思って石油で終わりです。これ待って、工藤さんが初手できるとしたら、メインホールで脇のシャワーのベントで速攻貨物行き切りの、戻ってタオルタスクのとこにいるぐらいしか僕目線ないんですよね。
シャワーに死体は絶対ないから。うん。うん、リアクターメイン、あ、ごめん。ネルちゃんってメイン行ってからどうだったっけ、ごめん。あ、右直しのか。はい。右直しの左がハイブリさん。うん、俺はボタン。で、オラフ君が左。オラフ君が左か。うん。貨物で2死体ぐらいの場合しか、駆動さんが切れるのはないと思うんですよ、初手が。だから、無理だと思うんだよな、時間的に。そうやってんだったらそうだよね、10秒でプテとダブルキルぐらいしないと。工藤さんってさ、一回アーカイブに入ってったじゃないですか。あ、ああ一応入ったかな、もしかしたら、ね、もしかしたらプテの後に一人来ててそれを切ってる可能性はありますわ、工藤さんが。あ、そうなんですか。アーカイブでね。いや、メイヤさんじゃないと思うけどな。キティー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 な、おい、どうよこれ。ラウンジ、なんだろうな、ラウンジが一人いるな。あれです。あ、ライボン。で、治ったの？治した。治りましたね。あ、治った。治ってますね。だ、誰が治した？あ、あ、そっか。治さん方が良かったか。俺が治したけど。ああ。まあまあ。なんか僕的には、まあ、メアクドか、ネロハイかなって思ってるんですけど。いや、俺な、ネロちゃん。いや、なんかね、ネロちゃん。いや、リアクターのさっきの発言が若干。あ、そう、さっきのやつ、うん、俺もね、なんかあれ全然よくわかんないんだけど。すみません。これは。これなので一旦無視してもらえると思います。右は僕が確実に直します。しかも一人です。あ、てかオラフ君視点って俺は絶対さっきのキル無理やん。あ、絶対無理です、無理です。だからまあまあインフォマットで若干持ってたんですけど、でも俺が停電も直したしコミュニケーションサボタージュもさっき直してるのでマットも否定できる。ロラなら全然ありかもしれないです。ごめんなさい、僕工藤さんが切る場所ないかなって思ってたんですけど、まあ、貨物で切るまたはアーカイブに上に上がった後に、そこで切ってるパターンぐらい。でもアーカイブからそこで降りてきたからなさそうだなとは思うけど。メイヤさんとロラ超怖え。俺アーカイブに入ったのは10秒経ってたから怖と思って、でプテメイヤがいたから一緒にいようと思っちゃったんですよ。でメイヤさんにくっついてたんですよ俺は、わざと。あれから多分一緒入ったってそのくだりだと思うんだけど。ネロハイは岡田さんも白いし梅健さんも無理なんでしょ。プテメイヤ一緒にいたの？いや、一緒にっていうか、プテがアーカイブから先に下に行って、俺がその後に下に行ってるからだと思いますよ。うん、まあそんな感じです。海剣って初手って、ごめん、メイン脇のエンジン宿舎だっけ？メイン脇、タスクやって、コミュが鳴って、エンジンの真ん中でコミュが直ったんで、上に行ったら、門番してる慎太郎さんと出会い、近郊の中、じゃあ奥からオラフ君が来て、おオラフ君行ったんだってなって、3人で出ようとした時にネロハイが来たって感じです。だから多分メイン、まあ、キッチンを俺が閉じてると思うので、まあ、一瞬武器庫にのタスクをやってるから裏には回ってるが、梅剣がメインを閉ざして俺がキッチンが閉ざしてるから弁当だったらオラフ君あるけど、やっぱネロちゃんが隠しろだなと思ってる初手が。じゃあ誰から釣ります？でもいいと思うけど、タスク多分終わんなくね。うん、もうなら工藤さんかな。うん、まあこれからでもいくかな。メイヤさんつって続いたら絶望だしな、もうなんか。いやでも かなり紙切りだと思いますけどね、工藤さん切ってる場合は。いやこれ終わんなかった、怖いな。いや、メイヤさんなのかな。なのがマジでこれ申し訳ない。また行きます。タイム。
え、ウムケンさんマット、え、はいはい、最後乗った人誰？あ、僕が乗りました。左から見ウムケンさん脇はアーカイブで、メイヤさんと俺と3人で割れてるはずです。アーカイブにいるんだったらオラフ君がメインの方からエンジンに来て俺と会って、そのまま宿舎の方に上がっていくのを見ているので、メイヤーはじゃあ最終位置どこなの？最終位置メインなんですけど、いやこれ俺と釣られるのは仕方ないんですけど、工藤さんマットでもないじゃないですか。その時点で変じゃないですか。俺と工藤さんがつながってて、工藤さんってあれだけ俺のことをできないって主張してる人物で、あの僕がインポスターって足りえなくないですか、これ。この盤面って意味わかんなくないですか。だってえ、だって工藤さんがあれだけ、いや俺工藤さんで終わらないのがよくわかんなくて、工藤さんってクルーじゃないですか。プテってインポスターで打てますよね皆さん。いやマットあるでしょ普通に。うん、マットあるのか。移動がぐるっとしてるから普通にマットかなとは俺は思う。テクドアップ、テクドローロ、検視視点ってなんか動きがおかしいって言ってたけど、でも動きが、なるほどね。うん、あれそっか、リアクターだから切ってただけで、キルを見てたわけじゃないのか慎太郎君は。ああそう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 、手は単純に切られただけだから。そうだね。え、検視してて、オラフ君は無理そう、今回。オラフ君どこいんの？俺ちなみに手で直した。あ、なんかそのヌーンが。ああ、ねえ、ヌーンが左から右に行ってるから無理じゃない、うん、あ、まあ。弁当で昇降機左まで行って謎のヌーンしない限りは。あ、いや、一緒に行きはない。てか、一緒にミーティングまで乗ってるかな。うん。うん、そうそう、メロちゃんにボタン任せて僕直しに行っとるから。これやばいな。ちょっと盛り過ぎだと思ったから、コミュサボと停電と何来てもいいようにエンジンでウロウロしてた。あ、これね、かなり、これね、かなりやばい状況が起きてて、工藤さんってクルーメイトなんですよ。いや、工藤さんってクルーメイトなんですよ。じゃあ、メイヤが、ま、インポスター、プテラ高橋インポスター、メイヤ。じゃあ、誰がマットですか、それ。死んでんじゃない？死んでる。いや、まあ、それは、梅健さんがマットなんだよね、これ。え、びっくりしちゃった俺今。え、カオスすぎる。いやカオスすぎる。え、じゃあ俺ね、あの俺工藤さんはマットメイト初手でめちゃくちゃアピールしてきたからマットだと思ってて。いや、そうそうそう、工藤さんだってダンスしてたじゃん。ダンスじゃないっすあれ。え、ダンスしてたじゃないですか、ショウ。そうなの？何が起きてたの？マットメイト盆踊りしてたじゃないですか、ショウ。そう、何してたの？してない、してない。え、でも、確かに俺のキルめちゃくちゃいいキルで、あの、リフト右に入った原さん切ってアーカイブを工藤さんが見てるから、僕がキル位置ないように工藤さん確かに見えるんですけど、その後の動きが工藤さんめちゃくちゃマットだと思ってたから。そう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 。シャワーでなんか、うろうろしてたから、絶対もう三陣街見えちゃったわって思ってたら。そう、そしたらメインに入って弁当に入ろうとしてる梅健さんを止められずに切ってしまってとんでもないことになった今の。止まったか。メイヤさん絶対工藤さんやと思ってるぞこれって思って。いや、はい、それにしか思えなかった本当に、うん、すいません、俺もちょっとバグっちゃっててゲームが。ネロちゃんも意味分かんなかったよ、ね、会議中ずっとリアクターになってて画面真っ赤になってるの、パンパンとか。なにこんな冷静なんだろうと。やだその会議。で、その次の会議明けもずっとリアクターの音なんですが、なんだこれ直したろわとか言って右行ったら直ってリアクター直したの誰ですかとか言われて、え、直しましたあれっていうバグり方してました、ね、あ、確かにみんな視点もう聞こえてたんだ的なことか。いや、みんな視点聞こえてないはず。え、聞こえてるのになんでこんな冷静なんだろう。次のターン俺だけしかなってないはずで、なんで直したらえってなるんだろう。え、なんだろうっていう殴り方してました。